い、皆さんこんばんは、マッスンでございます。 GTR がねこんな感じでようやく車の形になってきました。で最後穴開いてますけども、ボンネットのウォッシャーノズルを自作して完成というところまで来ております。あの墨入れのね、まだあの塗料の拭き残しがまだありますけど、まあ、部品としてはほとんど全部つきましたよという状態ですね。改めて完成レビューということで、まあ状態というかね、どういうところが大変だったかみたいなことも皆様にご紹介していこうと思ってます。で今回はね、さっき申し上げましたウォッシャーノズルの、作成自作をねやっていこうと思ってます。ウォッシャーノズルとか、サイドウィンカーもこれあのボディと一緒に成形されているものなんですけどもね、こういうことがあのこういう部品がつけたままだとですね、中研ぎとかそういうものがしにくかったりとか、どうしても塗装をしていくとだれちゃったりとか、今回このデカールが、ストライプのデカールが来ますのでね、ウォッシャーノズルがあると邪魔になっちゃったりとかね、そういうことになりますので、それを削り落として位置だけわからなくならないように穴だけ開けといた状態なんで、これにまあどういった形でウォッシャーノズルを、作ってはめていくかということをですね、ご紹介していく動画を撮っていこうと思ってます。当チャンネルではカーモデルの組み立てとか塗装、またダイソー3セリアさんで手に入ります模型に使えるグッズの紹介、そういった情報配信を行っているチャンネルでございます。ちょっとでもね内容がいいなとか参考になると思っていただきましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で今回の動画最後まで見てもらいましたら、ウォッシャーノズル、まあでも最近の車はない車が多いんでしょうか。このワイパーのね裏のところに入ってる車は結構多いんでしょうけども、まあただあのちょっと古めの車だったらね、ウォッシャーノズル大概あの存在するかと思いますのでね、そのウォッシャーノズル簡単に作る方法がありますので、それをあの最後までご覧いただきましたらね、お分かりいただけるかと思いますので、ぜひ今回の動画も最後までご覧ください。それではやっていきましょう。はい、じゃあやっていきましょうかね。で、ウォッシャーノズルの作り方については過去動画でご紹介しているものがあります。ちょっと分厚めのプラ板、もう焼け焦げちゃってますけどね、これに穴をいっぱい開けといて、伸ばしランナーを使って、ウォッシャーノズルの元になるものを作っていくという方法を過去にご紹介してます。この辺にね動画のリンクを貼っておこうと思いますので、もし見たことないなという方につきましてはね、見ていただければと思います。当チャンネルおかげさまでね、あのチャンネル登録があの本当にありがたいことに8000人を、突破するところまで来ておりますし、動画につきましてもね約1100本、これまで、制作をし上げてます。あの特に初期の頃はですね、たどたどしくて、今見るとちょっと自分でもこっぱずかしい感じの動画も多いんですけどもね、カーモデルを開封するところから下地を作ったりとか、あと今回みたいなそのウォッシャーノズルを作るとか、ウィンカーをあのカットしといてね、自分で作るみたいな方法もいくつか挙げてますのでね、ぜひ過去の動画も遡ってご覧いただければと思います。はい。で、作ったものが、なんかあの料理番組みたいですけど、こんな感じ。伸ばしランナーからですね、こういう、ネジ的なものを、ハエが飛んでんな、ネジ的なものをねこう作る、釘的なものをね作ることができるんですけど、ここからですね、同じサイズか似たようなサイズのものを2つ選んでおきましょう。これもね、あの、まとめて作る方が楽なんで、結構ガーッと作った記憶があるんです。3年か4年ぐらい前に。ただもう結構減ってきましたね。もう一遍改めて作る動画はご紹介できるようにね、またカメラに収められたらなと思うんですけども。で、どうしようかな。ちょっとアップにしましょうか。見切れないように注意しなきゃダメなんですけど、この範囲内でやればいいかな。こういう、まあなんかこうエリンギみたいなね、キノコみたいな形をしたものを2つ今取りました。でただこの製作物、釘みたいな形で、その上から見るとね丸い頭の形をしてますんで、ウォッシャーノズルはちょっとこうなんていうかな、楕円形というかちょっとこう三角形というかね、そういう形をしてますので、これの両端、両サイドをカットしていきますよということで、あ、これまあ油性マジックで書いてあったもんな。アセトンを吹きつけるとね、綺麗に取れるんですよね。
はい。形状としてはね、こういう形状してるんですよね。釘みたいな形。なんでこれ上から見るとこういう状態なんで、こことここをカットして、まあ、ウォッシャーノズルってね、こういう形状してて、ここからこうウォッシャー液がピシャッと出てくるんですけど、こういう形状に持っていくということをやっていこうかなと思ってます。なので、2箇所ね、カットしていくということで、その様子をご覧いただこうかなと思います。まあ、といってもね、そんなに大げさなことはするつもりなくって、これもね、ちっこいので掴みにくいんで、ピンセットとかでいかなきゃダメかな。もう単純にデザインナイフで裏からパチンパチンとカットしちゃおうかということだけなんですけどね。失敗しちゃいました。ちょっと頭を飛ばしちゃいましたね。どうしようかな。覗き込まないとちょっと。はい。こんな感じです。こう丸があって、こういう丸があって、こことここカットしてね、こう前と後ろがちょっと丸くて横がまっすぐみたいな、そういう形状に今カットしましたよということです。今ちょっと1本目失敗しちゃったんで、2本目をちょっと選びましょうか。これでいきますか。頭の大きさがね、似てるものの方が、まあ、あのカットしますからね、あんまり結局わかんないんで、そこまで神経質にならなくていいのかなと思うんですけど、これでいきましょう。これをじゃあ、こんな感じですね。 OKOK。 これとこれね、これをブルーのところに来ますので、青く塗装したものを塗装、取り付けるところからね、またカメラ再開していきたいと思います。じゃあこれを塗装して取り付けるところからまたカメラ再開していきます。はい、それではさっき塗装したウォッシャーノズルですね、こんな感じに、見えるかな、塗り終えることがねできました。なんで、もともと開けてた穴のところに、ちょうどこの伸ばしランナーのね、もうあの棒というか取っ手のところがついてますのでね、塗装するときはそこをクリップで挟めばいいし、くっつけるときはそこに穴のところにね通すことができますから、しっかり向きがとんがってる方が窓の方を向いてるか確認をしておきましょう。はい、こんな感じでちゃんと細長いところがね、車の進行方向に向かってるかっていうのを確認しておきましょう。で、ここでね、何を使って接着していくかということなんですけど、
やっぱりね、デコプリンセス、こういう時はね、デコプリンセスに限るかなと思います。流し込みとかでね、行きたい気持ちはめちゃめちゃあるんですけど、これ例えば、溜まっちゃったりね、この、思ったほどその、中に吸い込んでいかなくて、流し込みが、ボンネットの表面で溜まっちゃった場合は、クリアの層をぐいぐい溶かしていきますのでね。そうならないように、一遍その仮付けというか、本当に、このウォッシャーノズルがちゃんと接着したい位置までね、奥までしっかり入っていくかということを確認をしたいので、さっきみたいな工程を踏みますけど、こういうアクセサリー的なパーツには接着強度とかも全然いりませんので、こういうゴム系のデコプリンセスとかね、そういう塗料で上等、接着系でね、上等かなと思います。アクリルのクリアとかでもいいかもわかんないですね。ちょっとこうネタネタする感じのもので最終調整するっていうのもありかもわかりません。で、デコプリンセスの場合ははみ出た接着剤は拭き取ることができます。はみ出たね、はみ出ちゃったものは拭き取ることができます。で、乾燥というかね、硬化までちょっと時間がありますので、ウォッシャーノズルの位置みたいなものもしっかりこう調整をしながら位置を決めていくことができますからね。ゴム系でいくのがいいのかなと思います。はい、こんな感じで、ちょっと色目が違いますけどね、まあそこはご愛嬌ということで、ウォッシャーノズルもね、サイドのウィンカーもしっかり表現することができました。サイドはあえて、クリアオレンジのものをつけたんですけど、なんかちょっとね、浮きすぎるので、まあフロントはいいとして、横はちょっと浮きすぎるので、サイドはあえてね、クリアでいくことにしました。はい、じゃあこれでね、最終的には、ワックスをかけて完成ということになります。いいんじゃないでしょうか、結構ね。それっぽく仕上げることができました。最初はね、ほんとどうなることかと思ったんですけど、割とそれっぽく仕上げることができたかなというふうに思います。はい、ということで今回は、ウォッシャーノズルの、まあ、製作というかね、伸ばしランナーを使ったパーツを使ってウォッシャーノズルをつけていきましたよということをご紹介する動画で、ございました。今回の動画は以上とさせていただこうと思います。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。また、コメント、高評価もね、いただけますと、今後の励みになりますんで、ぜひよろしくお願いします。で、私が使ってます工具、機材、消耗品、動画の概要欄に Amazon のリンクをね、貼り付けてますので、いいなとか、気になるなと思う方はですね、ぜひそちらから検索とご購入よろしくお願いします。で、最後に流れますけども、私と、3D プリンターのパーツを製造販売されております K オフィスさんの方でですね、第1弾、マッスンカーモデルチャンネルオリジナルパーツということで、ナンバープレートのね、パーツを今回発売させていただいてます。今回この、採用につきましてはね、カリフォルニアのナンバープレートがエッチングでついてましたね。これを採用してますけども、日本車のナンバープレートセット、3ナンバーと5ナンバー。3ナンバーは3桁。5ナンバーは2桁のね、ちょっと古い車に向くようなナンバープレートを制作をしていただいておりますのでね、そちらの紹介動画最後に流れますので、ぜひご覧いただきまして、ちょっとでもね、いいなと思っていただく方につきましては、ご購入ぜひいただければと思ってます。はい。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。
マスンチャンネルオリジナル商品がついに発売。ナンバープレート、3ナンバー、5ナンバーの2種類をラインナップ。文字が浮き出たデザインで封印付き。塗り方動画を限定公開中。詳細は動画の概要欄をチェック。